2022年6月の21日、本日から松屋のビンビールのフェアが始まるんですよ。このビンビールとおかずで安くなるセットってね、いくつかありますので、公式ホームページからきっちり分かりやすいように編集して、皆さんこんにちは、そしてこんばんは、のみすけ調理師のお将軍です。まずは乾杯ですね。それでは乾杯。うまい。本日は松屋さんに来ております。2022年6月の21日、本日から松屋のビンビールのフェアが始まるんですよ。ビンビールのフェア、私松屋ファン長いんですけど、あんまり聞いたことないんですが、今日から490円のビンビールが390円、これだけでも安いんですけど、ビンビールとおかずのセットがまた安いんですよね。今日は厚切り豚生姜焼きのビールセット、なんとこのサラダと厚切り生姜焼きとビンビールで890円です。これはね、普通の生姜焼きじゃなくて厚切り生姜焼き、ちょっと肉が厚いの分かりますよね。うん、いやー、うまい。そして噛み応え抜群ですね。このビンビールとおかずで安くなるセットってね、いくつかありますので、公式ホームページからきっちり分かりやすいように編集して、この動画の冒頭にまとめて入れますのでね、ぜひご覧ください。今回のセットは本当にのみすけにとってはお得なので、ぜひご利用ください。私は七味を振ってこのマヨネーズを楽しみます。まあね、ついついのみすけは野菜を取らない傾向があるので、こうやってサラダがねついてるとね、まあおつまみするんでありがたいですよね。いつものごま醤油ですけど、今回はこの生姜焼きにマヨネーズがついてるので、マヨをこっちにいかんという手もありえますよね。うまっ。これ松屋さんファンなら分かると思うんですけど、普通松屋の豚バラ、まあ、薄ペライですからね、どれぐらいか、こんな感じですね。でこれまあ生姜焼きのタレがついてるんですが、それに七味を振って、なおかつこのマヨネーズ、うほー、
ーじゃなくても美味しいからマヨラーの方は大喜びだね。またね、玉ねぎがいい仕事してるんですよ。割とシャキシャキな感じ、なんていうかな、軽く炒めた感じ。うん、なかなかいい歯応え。あれ、あら、もうないの。いやー、これ厚切り生姜焼きのセット、ビール進むくんですね。はい、すいません、ありがとうございます。まあまあ、ここのチャンネルに遊びに来ていただける方なら、もうこの流れはもう予想していただいたと思いますが、これはいいですね。で、今回はこの追加のビールは通常490円ですけどね、この390円ですね。マジで390円の瓶ビールだと、飲食店だと本当安い方ですからね。はいはい、うん、この生姜焼きのソース美味しいですわ、マジで。それにマヨネーズとは、松屋さんも罪なことをしますよね。しかもビールは100円引きだったら、まあ頼んじゃうよね。あー、ごちそうさまでした。今回の松屋さんの瓶ビールのフェアは、ぜひ飲みすけの方はご利用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。